アキシのゲーム部屋。皆さんこんにちは、アキシと申します。さあ今日もですね、アニマルレボルトバトルシミュレーターをやっていきたいと思います。はい、こちらのですね、目がチリチリと輝いているのは以前作ったタコ型のサイボーグですね。サイボーグオクトパス。はい、アップデートでですね、このプルスサウルスのね、尻尾がね、はい、追加されたということで、以前作ったタコはね、こんな感じのね、クリロフォサウルスの尻尾を使ってたんで細かったんですよね。でもね、はい、こんな感じでね、ワニさんの尻尾を使ってるんで太くてね、でトゲトゲがね、結構吸盤っぽく見えるんでね、かなりこの変更を気に入っております。こんな感じでですね、このゲームにはね、お魚さんとかね、こういうタコさんとかね、なんか水族館にいるような水辺の生き物はね、ちょっと少ないというか、まあいないんですよね。なのでね、積極的にちょっとね、海辺の生き物をね、作っていきたいんですわ。そういえばね、ちょっとマップ見てたら海っぽいとこ見つけたんでね、ちょっと移動しましょうか。せーの、ほい、ということでね、はい、ちょっとね、海っぽいでしょ。海ではないんだけどね、厳密的に言うと。このようにですね、空が反射しててね、なんかちょっと水面っぽいじゃないですか。外から見ると、はい、こんな感じですね。実はこれ鋼鉄のね、リングなんですよね。はい、こうやってフィールドいっぱいあるんですけれども、これ金属の光背で、来てみたらね、あ、結構これ水辺の生き物を戦わせたら良さそうだな、ということで、はい、以前作ったね、亀さんとかも置いてみましょう。いや、なんかいいな、水辺っぽいな。これ岩とか置いたらさ、磯っぽくなるかな。微妙だね。岩でね、覆い尽くさなきゃちょっと微妙だね。以前ですね、リクエストでこのタコのね、口をね、火炎放射器にしてくださいっていうリクエストがあったんですわ。ちょっとね、面白そうなんでやってみましょう。タコ焼き、なんだそれ、俺が焼いてやんよ、ということでね、はい、タコの口が火炎放射器になりました。いやー、いいんじゃないですか。これちょっと戦わせてみてえな。水辺の戦いということで、カバさんでも召喚しようかな。カバさんはダラはい、大将はスピノサウルス。ということで、激しいバトル見ていきましょう。さあ、タコが浮く。さあ、行け、タコファイヤーを見せてくれ。タコファイヤー、あれ、作動しないぞ。なぜだ。いやー、機関銃とかはね、ちょっと作動してますけれども、近づかなきゃタコファイヤー見れねえか。あー、見たかったんだけどな。何気にカメも生きてるぞ。かわいい。そっか、近づけないとちょっとダメかな。飛んで近づくやつが欲しいということで、はい、こちらですね。以前作ったね、ハッピーレディをね、召喚してみました。いや、実はね、こっちも作ったんですけど、どっちの方がね、いいですかねって聞いてみたらね、いや、こっちの方がいいっていう方がね、コメントでね、教えてくれた方が多かったんで、いや、ありがとうございます。なので、こっちのハッピーをね、積極的に使っていきましょう。まあ、こいつも行ってもいいか。さあ、タコファイヤーを見せてくれ。さあさあさあ、近づいてきたぞ。タコファイヤー、いいじゃんいいじゃん、タコファイヤーいいじゃん。もうちょっと火炎放射器つけてもいいかもな。おお、下向いて、下向いて炎出してる。かっこよくなったじゃん。さあ、亀さんはどこかな。亀さんも戦ってるぞ、積極的に。カバさんと、はい、もうおんぶに抱っこ状態ですね。全部タコが攻撃してるからね。こいつはもうよちよちしてるだけだわ。はい、水辺の戦い、とてもいいですね。でもね、亀とさ、タコだけじゃちょっとね、足らないよね。もっとさ、水辺の軍団を作りたいんですわ。ここをホームにしてね。というわけでですよ、今日は、サメを作っていきたいと思っております。いや、もうサムネでね、もうバレてんじゃんって感じですけど、ちょっとね、プロトタイプを紹介しましょう。ゲーム部屋。はじめはですね、ちょっとね、ティラノサウルスを改造して、シャークサウルスを作ろうと思ったんだけれども、なんかちょっとなーっていう感じでね、まあ、ヒレの代わりにですね、こういうね、羽をつけたりもしてみたんですけど、まあね、顔はね、結構ね、シルエットいいなって思ったんですよ。これはですね、ティラノサウルスを反対側につけて作っております。以前コメント欄でね、ティラノサウルスの顔をですね、反対につけて、確かイビルジョーだったかな、作れると思いますよって教えてくれたね、方がいて、あ、確かにな、反対側にしたら顎がでかくなるからイビルジョー作れる。あ、ワンちゃん他の生物もいけるんじゃね、ということでちょっと試してみました。ちなみにさ、これいいでしょ、この頭。サメっぽいでしょ。で、ちゃんと鼻もあるからね。これ何のパーツか皆さん分かりますか？当てられちゃうかな？すぐ分かっちゃうかな？はい、ブロックで隠してやります。これを取ると、はい、ゴリラのお顔が現れました。ほらね。ぴったりでしょ？でもさすがにね、ゴリラの顔が先頭についてるのはいかがなものかということで、はい、このようにブロックで隠しましたね。まあ、プロトタイプなんですけど、せっかく作ったんで、ちょっとこいつ戦わせてみましょうか。はい、それでは、T-Rexとプルスサウルスを合体させた、プルスレックスと戦わせてみましょう。さあ、シャークサウルス VS プルスレックスということでね、はい、シャークサウルスはこのようにビーム砲を吐くことができますね。さあ、プルスサウルス、これは一体、近代兵器の前に破れ去ってしまうのか。めっちゃ噛まれてるな。おお、吹っ飛んだ。あー、
キングクルール感出てたな。いや、キングクルールじゃねえな。あの、雑魚敵いるじゃない。あいつっぽかったね、ちょっと。飛ぶ姿が。踏んだらさ、おーっていうやつ。知ってる人いるかな？これならね、2体ぐらいいてもいいよね。これでもね、いい勝負になるんじゃないかなと思うんですわさ。自慢の顎をみんな自慢したがりだな。大きくみんな口を開けたな。さあ、すごいぞ、大迫力のこの水辺のバトル。さあ、勝つのはどちらか。さあ、シャークサウルス、うまく相手を狙うことができない。これは痛いぞ。さあ、プルスレックス、噛み砕くか。必殺の、おーっと、負けた。はい、このアニマルレボルトバトルシミュレーターにはね、まだサメが出てきてないということでですね、サメのパーツはないんで、こういうね、尾びれとかね、自分で作んなきゃいけないんですよね、全部。でね、さっきのプルスレックスみたいにプルスサウルスの頭が追加されたということで、はい、このようにですね、みんな大好きモササウルスですね、モスナサウルスに一回逃げようとしたんですよね、サメむずいっつって。さあ、シャークサウルスバーサスモササウルス。モササウルス動けてないんだけど。重いんだろうな、吹っ飛んだ。粉粉だ。まあまあまあ、プロトタイプですからね、しょうがないね。これだったらね、普通にね、プルスサウルスと戦った方がいいわ。はい。いや、プルスサウルスもこのステージ似合うな。はい、いいですよ、いいですよ。プルスサウルス結構強いよね。改めてね、強化が変わりましたね、プルスサウルスの。見る目が変わりました。結構優れたユニットですわ。こうやってね、はい。背が低いからですね、結構攻撃かわせるんだよね。おー、いいぞ、いいぞ。結構普通に戦えてるぞ。さあ、HP ゲージ。やっぱ T-Rex のね、HP 結構あるからね。あー、負けちゃったか。いやー、でもこの水目のバトルなかなか面白いっすね、見てて。今日はね、まあ、ちゃんとしたサメ作りたいんですよね。この足をね、なくしてサメ作っていきたいんですわ。ちょっとね、頑張って作っていきましょう。はい、サメのね、プロトタイプを作ってみました。ベースはですね、おなじみのスケルトンの足ですね。これをジェットでちょっと隠しております。まあ、プロトタイプなんでね、とりあえずのシルエットを追ったという感じでね、なかなかいいんじゃないですか。相変わらず顔はゴリラだけどな。いや、これ遠くから見たら完全にもうお魚さんですよ。なんかちょっとシャチっぽさもあるよな。ここら辺に白入れたらちょっとシャチっぽくなるんじゃね。そうでもないか。まあ気になるのはね、ちょっとこいつ優雅に泳げるかどうかなんですよね。魚なんて作ったことないんで、ちょっと動きがですね、もうどうしていいか分かんないんですよ。とりあえずジェットエンジンで、はい、このように動けるようにしたんですけれども、おっそおっせ。でもな、でも結構やっぱ T-Rex のね、顎でね、もう噛み砕いてますね。あー、岩に引っかかっちゃってんな。もう打ち上げられちゃってるよ。ちょっと一旦岩消すわ。で、ちょっと円錐岩にしようかな、敵。はい、見ていきましょう。もうちょっと観察しないとな。はい、ジェットの量を足してですね、もうちょっと動けるようにした方がいいですね。まあ、挙動は結構いい感じか。あー、寝ちゃったよ、横に。なるほど。このヒレがですね、倒れないためのね、転倒防止のためのストッパーにね、なるようにした方がいいですね。今は倒れちゃってるけど、もうちょっと大きさが必要かもしんない。まあまあ、でも思ったよりは動けてるかな。あー、苦しそう。ワニさん苦しそう、円錐ワニ。下敷きになっちゃってるよ。足で、スケルトンの足にふみふみされてるよ。なるほど、これ分かりました。ジェットエンジンまず足しましょう。で、どこに足すかというとですね、はい、ちょっとね、顔の近くにね、このようにつけたいよね。なぜかというと、このジェットエンジンはね、敵に向かって吹いてくれるんですよね。さっきさ、円錐岩にさ、ここで挟まってたじゃん。当然なんですよ。だってここに本体があるんだからさ、これ狙うのは当たり前なんですよね。で、顔が敵に向かってジェット吹くと、多分こうやってターンしてくれると思うんですよね。このジェットがこう動いてね、体をね、くねってひねらせてくれることを期待してね、ちょっとね、顔につけました。さあ、見ていきましょう。おー、ジェットエンジンで機動性は増していますね。しかも敵に向かってね、ジェットで、はい、こんな感じでね、敵に向かって吹いてくれてるんで、スケルトンの足を狙った敵に対してこうやって噛みつけるようになりましたね。あ、ちゃんとターンしてる、ちゃんとターンしてる。いいね、いいね、いいね。おー、いいじゃん、いいじゃん。 T-Rex のね、この逆向きにつけたやつもね、なかなかいい感じに噛めてますね。難しいかなとか思ったんだけど、バクっちゃうかなとか思ったんだけど、大丈夫そうですね。まあ言うてもちょっと攻撃しづらそうだな。まあちょっとここを狙ってくる敵をですね、ライトニングガンでガードした方がいいかもしれないですね。まあここスカスカだったからちょうどいいわ。で、もはやさ、これさ、シュモクザメじゃない？英名はですね、ハンマーヘッドシャークって言うんですけど、まあそこまでね、めちゃめちゃ大きいサメじゃなくて、まあちょっと小ぶりなんだけどね、すごい獰猛なサメとしてね、まあ有名ですよね。いや、リクエストではですね、
サメを作ってくださいっていうものからメガロドン作ってくださいとかね、ネコザメとかね、もういろんなねサメの種類上がってたんですけれども、今回はですねちょっとハンマーヘッドシャークを作りたいと思います。いや顔につけたジェットいい感じだったんで、どうせならこれを活かそうということでですね、もうちょっとボリューム欲しいな。ロケットランチャーつけてみましょう。はい、より凶悪な見た目になりましたね。さあ改めて見ていきましょう。はいはい、あ、さっきより安定してるかも。しかもミサイルランチャーでうまく攻撃できてるし、はい、スケルトンを狙いに来たやつもね、このライトニングがね迎撃できてましたね。いやなかなかねいい感じになってきましたね。ちょっと強い敵と戦わせてみましょうか。ヒドラ2体ぐらいで勘弁しとこうか。いやヒドラ2体でも十分強いけどね。ということで、さあハンマーヘッドジェットが火を吹いて敵に向かって突っ込んでいく。さあライトニングガンが火を吹くけれども、また削られてる削られてる。あー負けるかこれは、厳しい。さあこのプロトハンマーヘッドシャークに水の石を使ってみましょう。おや、ハンマーヘッドシャークの様子がテルルル、タン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 、タラララ、おめでとう。君のプロトハンマーヘッドシャークはハンマージェットシャークへと進化した。いやだいぶ変わったでしょ。まあそれなりにかっこよくできたんじゃないかなと思いますわ。はい、見ての通りですね、背中ですねこれ。はい、フジツボミサイル。フジツボみたいでしょ。近づくとちょっと気持ち悪いんだけど、大量の魚雷がついております。そしてねローテーターでスクリューが回ってですね、はい、背中にはねロケットランチャー、ハンマーヘッドは機関銃に変更されました。はい、頭のゴリラくんは健在です。今回は隠しておりません。実はここに顔があるなんて誰も気づくまい。まああとはねちょっとエラっぽくねプラズマガンを設置したりとか、こんな感じでねディテールを詰めていった感じですね。さあハンマージェットシャークを出陣させるぞ。海水浴に来た、はい、こんな感じでねパラソルを持ったお兄ちゃん蹴散らしていきましょう。ということでね、うわ大量のミサイル。逃げる前にやられている。おー強いぞ。ローテーターもですねいい感じに回っております。もうスクリューっていうよりもジェット出ちゃってるけどね。いやーなんかスクリューもうちょっと大きくしてもよかったかもな。さあ海水浴に来たセレブのねお姉ちゃんもいますし、はい、水着を着たねボディービルダーなんかもね砂浜にはいますよね。あとはね白クマがいたりしますよね。あとはバカンスに来たねお姉ちゃんなんかもいるはず。あ、もしかして有名なボディービルダーさんのビルさんですか。誰だそりゃ、うせろ。いやー絶対そうだ、でっかいな、かっこいいな。おい、あれはなんだ。サメだー、逃げろー。サメが来たぞ。しかもなんかミサイル撃ってくる。やべえ。うわービーチが、うわー悲惨な状態になってしまった。ジェットで陸まで来たということでね、ちょっとねビーチを襲撃してみました。いやなかなかの火力なんじゃないですか。オクトパスの野郎がいねえな。先行して偵察に出たはずなんだが、あいつどこ行った。久々の水辺は気持ちがいいもんだな。なあ巨大。ああ、日頃の戦いでカマがズタボロだ。ここでちょっと磨こうぜ体を。あそこにちょうどカマキリがいるな、聞いてみよう。すいません、すいません、あのここら辺にタコいませんか。タコ、あーやべ、やっちまった、いつもの癖で。あーやっちまったわ、ごめんごめん、つい癖で。お前はいつもそうだ。これだからサメってやつはいけねえよ。この辺でメタルマンティスたちの信号が消えた。一体あいつらどこで油売ってやがるんだ。なんだこのビーチは、虫が多いな。ここはもしかしたらタコの場所を知ってるかもしんねえな。無視するわけにはいかねえ、ちょっと聞いてみよう。すいません、すいません、あーごめんごめん、あ、いやいや、ちょっとやっちま、あー癖でやっちまったよ、またやっちゃったよ。なんなんだあれ、よく見たらこいつヘビじゃん。なんで、え、目いっぱいついてる、キモ。おい、さっきから物音がしねえか。俺らの新しい基地の周りで何かが起こってるらしい。そういえばマンティスとセンティピードのやつらが見当たんねえぞ。さっきの爆発と関係があるのかもしれねえな。何やら最近ここら辺でサメが出るっていう噂だが、嫌な予感がする。行ってみよう。あー、タコ先輩はそこでちょっとのんびりしててください。私たちが偵察に行ってきます。おお、そうか、行ってこい我が同志よ。最近ここらでサメが暴れてるって噂でさ、兄貴も気をつけてください。サメ、まさか、やっぱりやがる、サメだ。おい、今度はサソリか。タコのやつの最後の信号はここらから出てたからな、ここら辺にいるはずなんだよな。おい、おめえさん、タコ知ってるか。おい、サソリの旦那、聞かしてくれ。おいおいおい、お前落ちんなって。おい、
おい、どこ行くんだよお前。ボス、大変です。やっぱりすげえ強いサメがこっちに向かってますが。久しぶりだな。嫌がったタコのやつ。おい、オクトパス、お前偵察行ってたはずだろ。なんで虫なんかとつるんでやがるんだ。すまねえな、おいらは無脊椎動物なんだよ。どういうことだ。虫、お前裏切ったのか。まあ裏切ったっていうか、無脊椎動物同士ちょっと意気投合しちゃっただけだ。何言ってやがるんだよお前は。おい帰るぞ。兄貴、一体何の話してるんですか。まあお前は黙ってろ。ちょっとあいつと話し合いをしてくる。タコが無脊椎動物同士サメに勝てるわけねえだろうが。俺はこう、おいとっとと帰るぞ。あ、いいな。お前ら申し訳ねえ。俺は無脊椎動物である前に海の生き物なんだ。お前らとは住む世界が違えんだ。もともとそんな兄貴、いつまでも俺らの兄貴でいてくださいよ。悪いな。それじゃあ海に戻るか。俺に盾つくとはお前いい度胸だな。帰ったら覚えてろよ。行かねえでください、兄貴。メタル無脊椎動物群のリーダーオクトパスが去った。そして海洋生物群が海から地上へと進軍。新たなバトルが始まる。俺はついでにちょっとばかり進軍してくれ。お前は先に基地へ帰ってろ。というわけでいろんなやつとやっぱね戦わせてみたいですね。はい、ビッグバトルボット3体ぐらいいけるかな。見ていきましょう。いやーなかなかすごい絵面だ。見ていきましょう。というわけでお互いのジェットを貸して、さあミサイルと機銃で一気に撃墜。いやー強っ。ちょっと源流と戦わせてみようかな。見ていきましょう。レディーゴー。さあ源流の攻撃もなかなか強いです。あー源流には負けた。いやドラゴン族はやっぱね個体が強いからな。飛んでる飛んでる。いやードラゴンもね軍団になったら恐ろしそうだよな。というわけで HP は少ないけれども攻撃力はめっちゃあるキングドラゴン戦っていきましょう。さあキングドラゴン VS、 おーっとやられた。さあ結構削ってたんだけどな。いやードラゴン軍団火力あるからな。さあミノタウロスキングとロイヤルガード2体。さあハンマージェットシャーク、ジェットで敵に襲いかかる。さあ大量の魚雷を発射、どんどんと倒していく。やべやべやべ爆発が絶えない。めっちゃ吹っ飛ばされてんな。さあそしたらね人間軍と戦わせてみましょう。ロケットエリーマーク2もいるからね強いと思うよ。さあハンマージェットシャーク海に沈んでしまうのか、ロケットランチャーを頭から食らってしまう。さあどうだどうだ、ロケットエリー強い、ロケットエリー強い、ロケットエリーも強いけれども、おお惜しかった。うわもうちょっとでやられてたね。いやーいい感じだわ。このねプロペラもいい感じですよね。さあサイボーグトリケラトプスと戦わせてみましょう。レディーゴー。さあお互いが強力な武装で撃ち合う。おどうだどうだどうだ、おお勝ったいやー恐るべし海の軍団。じゃあちょっとプテロフォースと戦わせてみましょう。空の敵に対しては一体どんな感じの挙動を見せてくれるのか。さあプテロフォース宙を舞う。さあ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 ミサイルがあるからねこのシャークには。わー爆撃された、負けた。さあ偵察中のエアフォースを攻撃してみましょう。さあ行けジェットシャーク。さあ空の軍団に対しては弱いのか。いやそんなことないよと言わんとばかりにね。いやー一気に片付けたね。動きが結構鈍いんでドローンみたいな素早いユニットにはね負けるんじゃないかな。見ていきましょう。というわけでねめっちゃ撃たれてるよハンマーヘッド。さあうわーやっぱりだ。いやードローンには弱かったな。何機か撃墜したけどね。いや強いユニットができたけど結構弱いやつにはね弱いよね。相性があるよねやっぱね。というわけでいい感じの強さなんじゃないでしょうか。いやせっかく動きがね豪快なやつができたんでちょっと縦横無尽にこいつが動き回ってる様が見たいですね。というわけではいいろんなところにスピノを配置してみましょう。さあ見ていきましょう。じゃあ縦横無尽に動き回るところを見せてくれ。というわけでねはいジェットがいい感じにね働いてるように見えますね。そしてこのミサイル魚雷の数ですよあっという間にスピノサウルスを殲滅させていく。おー囲まれても大丈夫そうだな。さあそれではですねオクトパスとハンマーヘッドシャークこのコンビの強さをですねサイボーグ恐竜軍と戦わせて確認してみましょう。さあ最後のバトル見ていく。あ重たいな、やっぱ改造生物だらけだからね。兵器のこの威力がやばいわお互いの。
さあ爆炎に包まれる。パソコンが悲鳴を上げている。さあどんどんと改造パキュハロがやられていく。さあサメもですね、なかなか、はい、暴れてたけどやられた。さあ強いぞサイボーグスピノ。サイボーグティラノも後を追う。さあメタルオクトパス、このサイボーグ恐竜2体をね相手に、あー負けてしまった。いやーちょっと数が多かったな。地上のやつらもやるじゃねえか。まったく陸地を舐めすぎだ。というわけでですね、これからもですね海洋生物を作っていってですね、軍隊としてね大きくしていこうと思います。さあ動画をですね最後まで見てくれてありがとうございます。今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたね。